はじめまして、理論物理学者の澤山慎太郎です。今回はサインの微分、それに関して説明しようと思っています。まあ、三角関数の微分です。まず、x 分のサイン x のリミット、まあ、x が0のところのリミットが0のが1になるところを証明できれば、サインの微分を証明することができます。まず、この証明さえ終われば、微分は簡単です。で、とりあえず、このように、直角三角形を考えます。まあ、ここで三角形 OAC と、O2OAC と、三角形 OAB は、このように、順番、大きさの順番になってます。底辺は1とします。で、まあ、この面積ですが、まあ、このように、三角関数やシータを使って書くことができます。それで、もちろんこの三角形や OD には大小関係があるので、このような方程式が導けます。これから、これをちょっと変形することによって、このような方程式を導くことができます。これをハサミ打ちの原理を使うことによって、サインシータ分のシータのリミットは1になります。まあ、これによって、x 分のサイン x の x が0のリミットは1になるということが証明できます。で、これからサインの微分を始めていくわけですけど、まあ、微分の定理はこのようになっています。まあ、ここで f がサインの時は、まあ、加法定理を使って、サイン x プラスデルタ x がこのように書けます。まあ、なので、微分の定理に習って計算すると、まあ、このように書けて、まあ、最終的にこのリミットが、で、先ほどの x 分のサイン x のリミットを使うことによって、コサイン x という証明ができます。コサインに関しても似たようなことをして、微分できます。